これは、私が体験した、心霊体験です。ある日、寝室の襖が、10センチほど開いていることが、妙に、気になりました。干した布団をしまったばかりで、ちゃんと閉めたはずなのに、翌日に、ふと見てみると、あれ、今日も開いてる。気がつくたびに、閉めているのですが、忘れた頃に、また和室に向かうと、また襖が、10センチほど開いている。それにしても、毎回10センチ閉め忘れるなんて、翌日、また、10センチ開いていたのを見つけた。はい、今閉めた。よし、閉めた。指差し確認もして、ちょっと、恥ずかしいことをしたなぁ、などと一人で照れながら子供の元へ向かい、抱っこして振り返ると、襖が全開していた。こんな経験、一度は、皆さんも、ありませんか？あるよと、いう人は、ぜひ、グッドボタン、よろしくお願いします。チャンネル登録も、していただけると、嬉しいです。その他の、お話も、ぜひ、ご視聴ください。